やば、これはやばいわ。うわ、やばい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 。超田舎です、最高ですね。野焼きしてるし。神社、神社ですね。皆さんこんにちは、ホモサピです。今日はですね、山奥の神社に何をしに来たかというと、この人と一緒に来てます。あ、どうも、スズメバチ仮面ヒロポンです。ということで、スズメバチです。どこに巣がある？おお、ありそう。雰囲気抜群ですね、これ。ああいうとこもよくありそうですもんね。ありそうですね。どこだろう。あった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 。ありました。うわ、でかー。あれでかいっすよ、ほら。うわ、でかだいぶでかいっすよ。あの黒いの全部蜂ですからね。そうですね、黒いの全部蜂ですね。あれ2000匹級ですね。その前のオオスズメバチが500とかでしたよね。そうですね、300、400ぐらいですから、ね、やば。真上をめちゃくちゃ飛んでるわ。あ、これでいいや。一回蜂がね、怒ってるので逃げます。でけえ背負うのは聞いてたんですけど、あんなでけえと思わなくて。この突っ込んとこに蜂いて。どんな蜂ですか？スズメバチは間違いない。あ、本当ですか？こんだけ出入り少ないってなると、ヒメスズメバチの終わりかけの巣かもしんねえですね。じゃあこっちも見てみますね。めちゃくちゃ綺麗、田舎の夕日。うわー、綺麗だな。はあ、空気うめえ。酸素が肺に行き渡りますね。生きててよかった。いつか死ぬわこれ。今日何本目ですか？一箱ちょいですね。一箱ちょい。高額納税者ですね。8割方税金ですからね。便所の奥にかまどを埋めますよ、ほら。出た、別名便所コオロギ。本当に便所に出ることあんだ。小腹が空いたら食べましょうか。よいしょ。便所に出た便所コオロギですね。これ美味しいんですよ。もうなんかバッタいましたね。小腹が空いた時のために取っときますか。夜の状態のね、さっきの蜂の巣見てみましょうか。うーわー、やば。ちょっと表面にあれ全部蜂ですか？警戒のために表面で休んでるっていうのもありますね。やば、これはやばいわ。紐を引き絞るっていう感じで、こんな感じでいければいいんですけど、はい、今回の武器の説明ですね。蜂やぶ、これめっちゃ最強の虫ぶち殺すぞっていう殺虫剤なんですけど、これがめちゃくちゃ強いと。これはもうやばいっしょ。これ蜂やぶだけじゃ心もとないということで、こちらですね、このラケットで蜂をね、バシッバシッブシって殺していくわけです。これがあればね、どんな蜂の巣にも立ち向かえると、まあ、今回電撃ラケット忘れたので、バドミントンのラケットしかないんですよ。こちらノコギリで巣をギコ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 と切り取ります。神器ボックスです。バドミントン邪魔だな。決戦前の一服。脳に酸素を回してます。空気を吸っとかないとね、人間は。じゃあ防護服を着ていこうと思います。でバカクソ暑いんでね、上は脱がないといけなくて、よいしょ。これが俺の命を守ってくれる服なので、しっかり着ます。うん、ちょっと、あ、オッケーですね。空調入れますか？暑いから。あ、急に来た。うお、涼しい。じゃあいよいよ蜂を倒しに行きます。キイロスズメバチは日本で一番ね、人を殺してる蜂なんですよ。死人が多いのはこのキイロスズメバチです。この時間に飛ぶってことはかなり警戒されてますね、我々。今から殺していきます。ゆっくり登ってください。じゃあ行きますか。32 1 1おらー。うわー、めっちゃ落ちてきた。うわー、やば。うわ、体にくっついてる。奥義、飛んでる蜂かかってこいや。これ意味ねえな、いらねえ。皆さん、蜂駆除するときにラケットは使わない方がいいですよ。このまま制圧できるかもしれない。ピレストロイド食らえ。おら、人間にとっては大して害ないけど、お前らにとっては猛毒だろ。刺すなって。お前、これで閉まってますか？閉まってます。ノコギリ使って、もうこれはみ出ないと。あ、でも切れそう。いけそうですか？うわ、やばい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 、来た。やばい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 。なるべく出ないようにして。いいんだよな。おー、取れた。やべー、やべー。おー、取れた。やべー、やべー。やべー、落とした。やべー、割れたか。あー、ぺしゃんこですね。うわー、マジか。もったいねー。すいません、どうせならいい絵撮ってもらおうと思ってやってもらっちゃって。いや、すいませんね。こんなに悔しいのいつぶりだろう。やばくないですか、この量。この量なんですよ、黄色って。つぇ、熱っ。酸素、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 酸素。よいしょ、大丈夫ですか？いや、生き返りました。ニコチンが今駆け巡ってます。あ、もうほぼ上いないっすね。もう森の中に入っちゃうんですよね。じゃあ明日帰ってくるってことですね、これ。そうです。さっき依頼を受けた切り株、本当にこれ蜂いんのかな。あ、うわ、いるいるいる、やばいやばい、蜂いる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 。いましたね。いましたね。
うわ、やばいやばいやばい、羽音が。姫だ姫だ、間違いない、姫の巣だ。あー、かわいそうなことしたな。姫スズメバチ、何かしない限り絶対に刺してこないはずですね。あー、かわいそうなことした。あー、でも殺したからには巣をね取り出そうとして食べて供養しないと。はい、いけます。あー、ほんとだもん、これ巣出すのは厳しいですね。もう駆除はできたので依頼は完了ということで、ごめんよ。中身をね見ていきたいと思います。見てください、これ芸術品ですよ。うわー、見えますかこれ。うわー、幼虫ですよ、全部うごうごしてます。うじょうじょうしとる。見てください、この僕の手と比べてこの大きさですよ。でかっ。まだね持つとこうやってね刺してきますね、ほら。うわ、毒針刺してる、やばいやばいやばい。ジョロウグモがいますね。このねジョロウグモがねうまいんですよ。オッケー。お腹が空いちゃって、なんかいろいろ食べたいので、蜂の子も何匹かもらっていきましょうか。こいつは洗いましょうか。薬剤がねかかってるかもしれないんで、このその辺にあった鉄板をね適当に乗せて、鍋が今日忘れてしまってね、鍋の代わりになるので、ジョロウグモからいきます。でバッタどもを入れていきましょうか。まあ、蜂の子はそのまま入れちゃいますね。この成虫の蜂に関してはね毒針がありますんで、抜かないと口の中に傷があると危ないと。あと苦いんですよ毒って。よいしょっと、ね、おお、焼けてる焼けてる。あー、いい香りする。何も入れてないのにバターの香りがするわ。これだから虫はやめられねえっすわ。あー、いい香りしてきた。カルビの香りがする。マキシモ、ここにねあるものを入れるとねすんげー美味しいんですよ。それはですねこちらです。じゃん、じゃがりこを取ってここに入れていくわけですよ。醤油を垂らしますよ。あー、いいわ。あー、焦がし醤油最高。せんべいの香りがする。秋の虫、じゃがりこマキシマム醤油アソート。雲どれだ、こちら雲いただきます。うんま。そしてね、このじゃがりこをちょっと食べると、うーま、マジ炭酸飲みて。じゃあ次はね蜂行きましょうか。蜂、うん、しっかりね醤油とねマキシマムが染みてる。こちら蜂さんです。うん、マジでうめえ、やべえ、バッタ。うん、なぜか爽やかな香りがする。いつものエビの味じゃないの。まあうまいけど。そしたらベンジョコオロギいただきます。うん、ハマドウマうま。バッタ系の中でも特にうめえ。じゃあいよいよハチノコいきますよ。ハチノコ、うめえ。ヒロボンさんもどうぞ。 ありがとうございます。ハチノコハチノコハチです。いや、じゃあハチノコいただきます、はい、おー、カリカリですねこれ。いただきます。うん、この食べ方いいですね。神社に着いたんですけど、蜂が飛んでたんですよ。車から出ないで様子を見てます。あ、いる？いる？あれ、そうじゃないですか。あ、ほんとだ、蜂だ蜂だ。俺も今見たらああいう感じでしたよ。これ出たら刺されそうですね。戻り蜂って言いまして、駆除するときに取り逃してしまうと、その夜は葉っぱの裏とかに隠れてるんですよ。で、朝になるとまた戻ってきて、そいつら攻撃性が高いので、戻り蜂が一番危険なんですけど。うわ、ほら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 。うわ、俺らのこと見てる。うわ、めっちゃいるわ、ほら。明日にめっちゃいる。え、マジっすか。明日にめっちゃいます。明日にめっちゃいるわ。うわ、やばやば。逆にやりやすいですね、まとまってるので。これで完了です。でん、うわ、生きてる生きてる、危ない危ない危ない。引っこ抜いたらほら見て動いてるわ。毒汁が出てきた。毒汁がこんなに長いんですよ、毒針。今日はね、蜂の子よりサナギがメインで食べることになりそうですね。この辺引き抜いていきましょう。いただきます。冷た。冷蔵庫に行ったからめっちゃ冷たかったですね。中はまだ液体ですね。サナギですね。今回の料理方法はですね、佃煮をしていこうと思います。醤油を適当に入れて、砂糖を適当に入れます。まあそんなにそんなに入れなくても。そしたら鍋を乗せます。煮詰めていきます。よし、完成です。蜂の子の佃煮。匂いはね、蜂の香りがするわ。殺虫剤か。食ってみるか。いただきます。これやば。前回のマキシマム炒め超えたかもしれん。超うめえ。すげえナッツの香り。最後いただきます。甘じょっぱいナッツだ。概要欄に Twitter、Instagram、TikTok のリンク貼ってるのでフォローお願いします。ごちそうさまでした。